ええ。魚よりはなんかこう青菜の方がいいって聞いたことがあるのと、それとやっぱり揚げすぎるとあまり良くないものもって聞いたんで、僕はもうこの取るだけにさせていただいて、本当に見守るだけで申し訳ないんですけど、だから心がちゃんと話し合って、シフトも決めてね、ええ、毎日生きてる方がいるから、体がボロボロになりますよね、この夏ね。で、お母さんどっか行っちゃったっぽいですしね。お母さんは昼間いたんですか？あ、いました？昼間ね、ここあの、お父さんとお母さんがいたんです。おー、だったらよかった。あ、お父さんいるんですよ。あ、でも、それ別の母がもどっかやってる可能性ないです。あのここね、5年4年ぐらい前に3家族で最大二十何匹来たんですよ。あ、広いからね。うん、でもここにね、1人いたんですよ。へ、そうなんですね。子供持ってほら、1分足りせなくて、1分1足りせ、あの、添い遂げるんですって。だからお父さんは昼間、お父さんとお母さんは昼間なんか餌を探しに行ったんですよね。で、ここで2羽、親がいて、カルガモが餌を食べてたのでと思わず取りました。また本当に貴重でした。録画はこのまま終わります。ありがとうございます。